商家がのを連ねる東海道の宿場席宿。江戸時代当時の宿場の賑わいを放出させる町並みが残される。重要伝統的建造物群保存地区と日本の道、百戦に選定。町屋の町並み町屋とは、民家の一種で町人の住む店舗併設の都市型住宅である。町屋ともいう。同じ民家の一種である農家が門を構えた敷地の奥に、母屋が建つのに比べ、 通りに面して比較的均等に立ち並ぶ点に特徴がある。経済の発展と並行して商人が資本を蓄積し、明治時代には現在の川越に見られるような蔵作りの重厚な建物も建てられ、表通りは華やかな風景が作り出されていた。商人による多大な財の蓄積によって建てられた町屋は全国に残っており、技術的にも衣装的にも 日本の住宅の水準の高さを表すものとなっている。表通りに面して立つ町屋は、植樹が同じ建物で行われるいわゆる、平洋住宅と呼ばれる形式が多く、一般的には、商家としての町屋が多く建てられていた。表土関東を構えて出入り口とし、奥に居住のための空間を設け、正面と敷地奥をつなぐ必要のある場合は、 通り土間という通路で表と奥が連絡された。商家では敷地の奥に蔵が建てられ、通り土間によって氷側の店土間と連絡される。また、奥の居住用の空間には日常の空間である居間と接客の空間である客間の両方が取られていた。客間は建物奥に作られた庭を望める場所に位置し、最後部に置かれることが一般的であった。 台所のかまどや洗い場などの水回りは通り土間等の後部に設けられ排水口を後部に設けた。排水口が表にある場合は表側に台所が設けられることもあった。昇華の規模の大きな家では式台玄関の形式を通り土間に面して持つ町屋もあり、店の空間である、店、接客空間である、表、日常生活空間である、奥の空間構成が 比較的にしっかりと区別されている家もあった。一方、裏通りや敷地の奥の路地に面した場所には、職人の仕事場を兼ねた町屋や、住居専用の町屋、複数個の間取りが一つ屋根の下に作られる、胸割長屋などが建てられた。住居専用の町屋は、住居水準の低い小規模のものや長屋の形式をとることが多く、これらはほとんどは、 集中が進んだ町場に建設された。近世には特に店をやっていない住居専用の町屋を下田屋と呼んだ。住居専用の場合、表側に玄関土間を構え、奥を居住用の空間とする構成をとる。下田屋は近世において町場の放給生活者の住居として広く使われた。町屋の形式は主に近世に作られた地割りの影響を良く、 表していた。近世の町人地は江戸幕府等により町割りされ、通りに面して、間口を狭く取り置く雪はほぼ一定で奥に長い、縦長の敷地形状を持っていた。これは、間口の広さによって課税がされていたためで、間口を広く構えるには多大な財力を要した。その結果、町屋は敷地の間口いっぱいに建てられ、奥に長い間取りを持つことになった。 通りどまは表側からの出入り口であると同時に奥への連絡路、台所土間という機能を兼ねている。店を持つ商家では商品の一部を並べる、店土間を兼ね、通り土間に接して玄関の機能を設けるところもあった。幅はほとんどが1軒以上、規模の大きな町屋では3軒以上あるところもあり、この場合簡単な作業場を兼ねたと考えられる。 通り土間の奥の通りから見えない位置に台所が置かれ、かまどや流しが置かれた。江戸時代には漆喰で塗り込めた重厚なかまどが作られ、近代にはレンガが使われることが多かった。江戸では表側に表土間を設けそこに台所を置く形式が発達し、評価手や表台所と呼ばれた。近代になってこの表台所が後部に移され、 正面に玄関を構える家が増加した家庭が見られる。天井には煙抜けがつけられ、天井を張らずに小屋組を見せる形式とした。煙抜きは最も高い位置が効率が良く、胸の位置につけられるものや屋根面につけて引き窓とする形式などがあった。これらの窓は天井から光が入ってくる構造を作り出し、両組や小屋組などの構造を見せることでその家の 不審の水準の高さを表現した。標速正面には間口を広く取れるオードが付けられ、奥に蔵がある場合は奥へ荷物を運ぶ都合から、敷居のない跳ね上げオードの形式が使われた。正面のオードは普段は跳ね上げたままにして開けておくことが多く、中が見えてしまうことから、オードの奥に目隠しの袖壁を柱につけたり、近代においては、甲子孤等の中戸が多く用いられた。 狭い敷地に必要な居住面積を確保しなければならなかった町屋は住居専用の住宅より早く2階化が進んだと考えられている。当初は表側にのみ2階を作り、2階の軒を低くした土2階とする形式であった。土2階になったのは藩が近令によって制限を加えていたためである。土2階の2階部屋は普通の部屋と比較して、 天井等の高さが低いため、物置や使用人の部屋などに使われた。時代が下ると、1階の面積と2階の面積が、ほぼ等しい層2階へと変化し、2階は、客座敷として利用された。江戸時代の町屋には、隣との境の屋根に小屋根付きのうだつを上げて、隣からの炎症を防ぐ構造を持ったものや、塗り屋作りの町屋で二階の軒下の両側に袖壁を、出す。 袖うだつを持つものもあり、明治に入ってからも地域によっては盛んに使われた。また、近代に至っては、耐火性の高いレンガが建築材料として使われ、町屋の両側をレンガの壁で区切って防火しようとする形式も見られるようになる。平安系では、次第に人が集まり都市人口の増加が進んだが、移住者のための宅地がなかった。既存の宅地と道路の境界には、 水路を含めれば一番狭い工事でも六尺の幅があったため、塀に寄りかかる形で小屋掛けすることで、道路から全く距離を置かずギリギリに立つ住宅が登場した。また、関節の市以外の商業空間の成立が、その普及に拍車をかけた。平安系では、当初商業は西市、東市のみ認められていたが、11世紀初頭には、町座と呼ぶ。 商業形態が認められ、市以外の場所でも商売を営むことができるようになった。商売をする上では、客の目を引くようできるだけ道と近い方が有利である。こうして、道路境界に面して、家を建てる形式が浸透していった。平安時代末期の町屋の構造は、年中行事絵巻きで確認できる。間口2軒、奥行き2軒で、 奥行き方向の前と奥の半減が日差しになっており、張り間一軒となる。屋根は板を吹いた上に丸太材で押さえた素朴な作り方である。柱は地面に直接埋める掘ったて、表通りに面した壁は腰部分を網ろで作り、その上の高窓には端とみを設けていた。入り口は内開き戸でのれんがかかる。入り口のところの袖壁の上は竹を縦横に組んだ。 格子窓であった。そこを入ったところが通り土間である。高窓の内側は床上で通り土間とはマイラド。杉山縁技には地方の町屋が描かれている。町屋の作りは平安系とほぼ同じだが住宅が高密に隣接することはなく町屋の間に菜園が設けられていた。室町時代末期の京都町屋は間口2軒、奥行き2軒ほどの 小さな町屋が一般的であった。通りごまがあり、その横の店の表側は、空きの広い格子が付けられ、その形は縦横に山を通した狐格子が多い。平安時代の町屋の窓は端富であったから、このような格子が付けられるのは鎌倉時代以降である。その格子の前には、京都町屋独特のよう店が普及し、そこに多くの商品が並べられていた。 多彩な店があり、多くの職人検証人たちが品物を製作、販売していた。室町時代末期の平安系の町屋の構造は、落中落外図屏風で確認できる。屋根の胸には十数本の青竹を丸く束ねたものを飾った。うだつも作られていたが、その小屋根は、藁や赤や武器であり、防火を目的としたものではなく、屋根の端部を抑えるために発生したと考えられるが、 やがて一個一個の独立性を表彰する装置として定着した。屋根は板吹きであったが、平安時代の町屋より進展し、おさえ木を縦横に通し丸石を乗せて、屋根板の反りや剥がれを防いでいた。中世固有の町屋として、中土間型の町屋がある。長屋形式の括弧に対して、中央の土間とその左右に居室が並ぶ形式で、一つのユニット中に、 複数の家族が住む。中津島型の町屋は身分的に従属する別家手大層や非乾層のために建てられた供給型住宅と見られている。地方における街道沿いに町屋が並ぶ外村形態は鎌倉時代には成立していた。また鎌倉では角屋や武士の住宅に混じって町屋が建てられていた。江戸の町や編集成立期の町並み、 編集江戸時代前期の江戸では、メインストリート付近に武器に混じって、瓦原武器の町屋が立ち並び、特に交差点に面した家では三階建ての矢倉を乗せた城郭風の町屋が建てられた。成立期の江戸町は、徳川市の天馬、染物、鉄砲、大工などの御用を国役で請け負う代償として、数兆単位で町地を配慮した国役請け負い者が、 配下のものに屋敷地を分配して住まわせたと推定されており、城郭風町屋は国役受け置い者の権威を固示するために建てられたと考えられている。しかし、慶安2年に町屋の3階建てが禁止されてからは新築されず、明暦の大火による消失後は見られなくなった。こうした特別な家を除けば、江戸時代前期にはまだ吹き合い歌武器が多かった。 町屋の多くは間口一軒半、奥行き二軒ほどの小さな規模であり、室町時代末期の京都町屋より小規模であった。町屋の多くは中2階でうだつも作られていた。その店は京都町屋の影響を受けた通り土間形式であり、通り土間の幅は半減ほどの狭いものであった。しかし店の表側は京都町屋に見る格子はなく全面開口であり、 江戸独特の店構えが成立していた。そこでは男女の職人たちが様々な商品を制作、販売していた。表通りの町屋に囲まれた街区の中は広い空間であるが、そこには会所と呼ばれる広場があった。住居や蔵も建てられ、その蔵はむくり屋根の独特のものであった。初期に同業者町として成立した町には土間を共有して、 複数の店舗が一つの町屋に混在する、氷長屋形式の町屋が建てられていた。しかし、中、後期になると、大棚が町屋敷を集積して、表通りを占めるようになり、こうした氷長屋の均質な町並みは、次第に姿を消していった。店倉、編集江戸は、火事の多い都市だったが、特に明暦三年の、明暦の大火後、幕府は、江戸の防火策に乗り出した。 明暦の大火直後、かやぶきや吹きの上を土で覆って、炎症を防ごうとしたが、耐久性が悪く普及しない。そこで、教法5年、一時は町人に禁止していた瓦吹きや、壁を土蔵のように土で塗り込める土蔵作りなど、本格的な火事対策を推奨した。また、遠方2年に本瓦よりも軽くて安い三瓦が、発明されたことで、瓦吹きの普及に拍車をかけた。 土蔵造りの町屋は、防火機能だけでなく、商人の経済力を誇示する建築表現として定着し、大きな箱胸を持つ黒漆喰の重厚な土蔵造りが建設された。土蔵造りは、店倉造りとも呼ぶように、町屋の店、機能を特化させたものである。しかし、江戸に土蔵造りが普及するのは、幕末以降になる。幕末頃の店倉は、 黒漆喰くい仕上げの外壁に重厚な屋根と軒蛇腹を持ち、2階の開口部には観音開きの扉か格子をつけた横長の窓を設けていた。下屋び差しは板吹きでデケタ作りの建物が半数ほどあった。黒漆喰くい仕上げは江戸黒と呼ばれ、白漆喰い仕上げより多くの手間がかかるが、表通りの店蔵や袖蔵では好んで用いられた。大棚。 編集上下建設が進むにつれ、上方からも多くの商工業者が江戸に移り住むようになり、伊勢や大海の商人が江戸に進出した。江戸中期になると、初期特権商人は姿を消し、それに代わって、現金かけ値なしの、店前売りを全面に打ち出した、新興商人が台頭する。大海出身の白木や、伊勢出身の越後屋は、その代表で、彼らは、 本町通りや日本橋通りに巨大な店舗を構え、次第に大棚の立ち並ぶ景観が形成された。江戸の大棚は京都とは異なり、隣接する町屋敷を合併した大規模な屋敷間口を示すものが多く、36件の間口を持つものや15件の間口を持ち屋敷が裏の町境を超えるものなどがあった。こうした大棚はほとんどが呉福屋だった。 大棚の表側には道路に沿って幅一軒の店下と呼ばれる久し家通りがあり、それに沿って踏み込めという狭い土間がある。内部は仕切りのない大空間、店が中心にあり、奥には商品や書類などを保管する蔵が隣立する。ここには番頭以下百数十人の奉公人が厳格な規律の下で働いた。大棚の町屋には原則として、 居住空間はなかったが、住み込みの方向人たちは2階に寝泊まりした。上層町人の家では、外区の中に町屋と分離して住居を構えることが寒営期から続いているが、その住居は表通りの町屋とは、縁と中庭でつながり、入り口は表通りから路地に入ったところに設けられていた。京都の町屋が大きさに関係なく、店と住居が一体で、 住居への専用入り口が大きな町屋では表通りに面したところに設けられていたり、あるいは中規模の町屋では客入り口と同じ通り土間であることとは大きく異なる。中小の町屋、編集中高期の中小規模の町屋は初期の通り土間型ではなく、店を間口全体に広げ表側に奥行き半減ほどの土間を設けた全土間型の町屋が一般的であった。 前期の町屋に見られた店の表側の全面開口は変わらず、江戸町屋の特徴は続いている。あまりに広く道に開口しているため、その一部にのれんをひさしから地面にかけた町屋も多く見られた。また、江戸町屋のひさしは通常ひさし柱が立ち、アーケード上のひさしか通りを形成した。裏長屋、編集江戸の町人地の町割りは、道から道までの内方が、 京馬60件で計画された。この正方形の大きさは、平安系の一丁の寸法とほぼ同じで、京都を意識して計画されたことが指摘されている。ただし、京都と異なるのは、この正方形の内側を有効に使うため、60件を3等分している点で、このため通りに面する町屋の敷地の奥行きは20件に統一されていたことになる。大棚の場合、 通り側を店としてその奥に商品を保管する蔵や、奉公人の住まいを設けて、敷地を目いっぱい利用したが、多くの場合は通り側に、表棚と呼ばれる、店舗兼住居を建ててその背後に、裏長屋と呼ばれる長屋を設けた。裏長屋は、表棚の主人が、大屋となり、棚子に貸し出される借屋である。裏長屋へは、2軒の表棚の間に設けられた木戸と、 路地から出入りした。このように、表棚を5軒程度の奥行きに抑え、その奥に裏長屋を取る構成はかなり定型化されており、長屋の括弧の間取りも9尺2軒の裏長屋と言われるように、間口1軒半、奥行き2軒ほどで、土間まで含めた広さ6畳程度が定番である。手前側に設けた土間に、かまどと流しを備え、畳敷きの部分は4畳半ほど。 裏長屋の括弧は同じ平面で表棚の間口が3軒程度なら片側、5軒程度なら両側に並んでいた。路地の一角に便所と井戸が共同で設けられる点も定型で、この井戸は井戸水ではなく神田浄水や玉川浄水から分岐したいわば水道水である。こうした表棚と裏長屋の構成は江戸時代中期に成立したと見られている。 江戸の人口は教皇年間ですでに100万人を超え、町人はその半分を占めていた。裏長屋はこの巨大な人口を収容するために生まれた、過密都市ならではの住居だった。京都の町屋、編集詳細は、京町屋を参照京都町屋の講子は、室町時代末期の秋の広い縦横の山で構成された狐格子から隙間を縮めた縦格子へ変化した。 その格子は前面を縦格子にする町屋と上半分は縦格子にし下半分を用店にする町屋とがあった。格子の組み方にも変化があった。室町時代末期の町屋に見た格子は同じ幅の縦山と横山で組み、縦山に抜きとして横山を通していた。その交点は辛い地となる。しかし、江戸時代後期の縦格子は 抜きとしての横山を何本か渡し、その上に細い縦格子を脇を狭くして国打ちする。そのことで、縦の線が強調され、美しい縦格子が生まれた。これを軽格子という。近世を通じて、京都町屋の二階は大規模な消海以外あまり発達せず、中二階である津市二階が一般的だった。二階は、何度や住み込みの使用人の居室として使われた。 また、江戸の町屋が2階の壁面が1階より3尺、交代しているのに比べ、京阪の町屋は2階と1階の壁面が揃っており、この形式は大阪建てと呼ばれていた。京都も江戸と同じく町人の階層文化は顕著であり、間口10件以上の大きな町屋を持つ町人、間口4、5軒の一般的な町屋を持つ町人、そして間口1軒半から2軒の 小さな町屋を持ち、または借屋をする町人とに分かれており、江戸時代の中頃から文化が進んでいた。しかし、階層文化の中でも、一般的な町屋と大きな町屋では、従来からの通り土ま形式を持続し、店の部分と住居部分が一体化した間取りを続けていた。そのため、居住部分へは、表通りから入るようになっており、江戸の大きな町屋に見るような、路地に回り込んで、 裏屋の住居へ至るという入り方とは異なっていた。このように、京都の表通りは、江戸とは違って、格子のついた中2階の町屋が立ち並ぶ、落ち着いた町並みであった。これは、京都では中世以来の町共同体による自治が行われており、町屋の表構えの衣装にも厳しい相互規制が加えられていたことによる。敷地の奥には、離れや、付属や、 土蔵などが配置された。京都では土蔵が道側に建てられることはなく敷地の奥に置かれるのが通例で江戸の土蔵作りの町屋とは対局を成していた。敷地奥に立つ土蔵は町境になるとともに一種の防火体として機能していた。大阪の町屋、編集大阪の町屋は京都とほぼ同じ形式であったが通りど間が大外にも前土間型、霧土間型、 裏土間型など多様な類型が存在していた。裏土間型は長屋形式のものが多く、大阪で大量に建設された借屋建築の存在を示唆している。江戸や京都でも多くの借屋が建てられたが、居住者の回転が早い大阪では、違りの多い江戸とは異なる独特の借屋文化を形成していた。自らは借屋に居住して町屋敷経営を行う、家主が少なからず存在し、 借家に住むことは必ずしも階層の格差を示すものではなかった。また町屋の建具を取り払った状態で借り主に貸す裸貸しと呼ばれるシステムが早くから成立し現在のスケルトンインフィルのような建築の躯体と中身を分離してフレキシブルに建築を転用する方法がすでに金世で見られていた。また大阪では京都に比べて金世を通じて 同業者町が多かったことも特徴で、土壌町、増谷町など同業者の店が立ち並ぶ景観も大阪特有のものであった。旗小屋、編集、徳川幕府が宿液制度を整備し、参勤交代や伊勢参りのために人々が東海道を往来するようになると宿場町が繁栄した。宿場町の主要施設は旗小屋であり、基本的には 町屋と同じ平面形式の建物であった。王道入ると、土間が奥まで伸び、その脇には、店や台所の板の間、2階あるいは奥に宿泊用部屋が、いつくかしつらえられていた。江戸時代後期の東海道宿場町では、旗小屋の王冠側2階庭で格子が特徴となっていた。地方の町や編集地方城下町や宿場町、港町、門前町、 在京町などにも多くの町屋が建てられていたが、そこにも地方独特の町屋が成立していた。その間取りは京都町屋の通り土間形式のもの、江戸町屋の前土間を少し広くしたもの、そしてその二つが融合したものに分かれる。京都に近い地域では京都の通り土間形式が、それより遠隔の地域は前土間形式や融合形式が多い。 それらの町屋にも縦格子が見られるが、それは京都町屋の経格子が全国の町屋に広く普及したものである。室の向上、編集明治に入ると、それまで住宅に対して加えられていた幕府による厳しい建築規制がなくなり、町屋の衣装や建築技術はピークに達した。豪快かつ洗練された吹き抜け空間を持つ明治40年地区の 吉島家住宅や隣接する明治十二年地区の草壁家住宅のような大規模な町屋が建設されている。土蔵造りの普及、編集明治十四年二月二十五日に東京府知事と警視総監によって防火規則、項、第二十七号が2つされた。内容は大きく二つに分けることができ、一つは主要道路に面した建物に対して、レンガ、石像、 土蔵造りの三種類に改造することで、もう一つは現在の千代田区、中央区の家屋に対して瓦屋根など不燃物質で屋上を吹くことを義務づけていた。この規則は罰則もある厳しいもので、以降は東京が大化に見舞われることはなくなった。また、規制前はに3割しかなかった土蔵造りの町屋の 割合が、規制後では100%近くまで達し、明治中期の東京には、黒塗りの店蔵が立ち並ぶ景観が生まれた。明治期の店蔵は、幕末頃に比べ、板吹きの日差しがほとんどなくなった。また、二階開口部の景色が、観音開きより格子をつけた、横長窓の割合が高くなっている。これは二階の総二階化に伴って、二階に、 座敷が設けられるようになったためと考えられる。東京よりもやや遅れて、明治の中期から後期にかけて、店蔵や土蔵作りの店舗が各地で建設されている。埼玉県の川越市や富山県の富山市、高岡市、伏木町には、大河を景気に黒漆喰仕上げの土蔵作りの町並みが作られた。そして、町並みを作るほどではないまでも、土蔵作りの店舗は、 明治20年代後半から40年代にかけて全国各地に建設されている。江戸で生まれた店蔵は土蔵発祥の地である関西地方にも逆輸入されるが、東京のものとは異なり外壁は白漆喰仕上げで通り止ま形式であった。そう2回か、編集近代に入ると都市に人口が集中し徐々に居住面積が不足したことで、 町屋のみならず、住宅全般で2階に住居空間を作る家が増加した。また、住宅における間取りの機能文化が進み、複数の部屋が必要になったこともその一因となった。明治に入ると、主人の居室と客室が分離され、十分に建つぼの取れない、都市住宅では客室を2階に取るようになる。1階の床の松木の座敷と2階のそれを比べると、2階の 方が形式が整い規模も大きい。しかも2階の客座敷は次の間とセットになった続き合い座敷形式をとっていた。当時は結婚式なども自宅で行っていたため社会的な付き合いの広い家では多くの人を呼べる広さが必要だった。また2階の面積を増大しようとする傾向は正面の衣装形式をも変えることとなった。1階の正面に 下屋が張り出し、二階正面が約半減交代する形式の町屋は、二階面積の増大傾向に伴いこの交代部分も室内に取り込み、1.2階正面を同一面にする形式が作られた。特に敷地を有効に使おうとする長屋の形式を持つ町屋に多く採用されるようになり、一階正面上部には日差しが付けられた。この日差しは時に、 道路境界を越えて道路に突出することもあったが、大正8年の市街地建築物法の制定によって、道路境界を越えた1階の日さしはつけられないことになった。都市部では道路ギリギリに建物を建てて正面に突出部分を出さない銅板張りの看板建築が作られるようになり、正面に軒を出す伝統的な町屋の形式は徐々に減少していった。 近代化と町屋の衰退、編集普段は商品を蔵にしまっておく、ザウり販売方式から商品を店頭に並べておく、陳列販売方式への移行が起こり、銀座に代表される都市の繁華街では、ウィンドウショッピングという新しい行動形態が定着する。また、近代化によるオフィスの登場とそれに伴う大量のホワイトカラー層の出現により、都市部では食と住の分離と、 各家族化が急速に進み、住むことに特化した住宅地が私鉄沿線に形成された。加えて、同巡回アパートに代表される立体的な集合住宅も建設されるようになる。こうした変化において、町屋は不適合なものとして切り捨てられ、徐々に衰退していった。1960年代後半の高度、経済成長における活発な建設活動から、 伝統的な街並みを守るべく、1975年に文化財保護法が改正され重要伝統的建造物群保存地区がスタートする。地方では、緩やかな資本主義経済の浸透という事情もあって、幕末から明治にかけて形成された街並みはまだよく残っており、この制度によって破壊から救われた街は少なくない。しかし、妻子塾が映画のセットや、 テーマパークのような観光地になったように多くの街並みでは住民の生活や都市的活動との関係がすでに失われている。ありがとうございます。